なのにそんなに全体で、いやこれ多分練習ということは多分100万人いいなと思った人はね、これあの足場を使ってもらって座ってもらっていいですから今日は、ね、そうなんですよね、あれかなとか言いながら点数は意外と高かったです。いやもうね今日はね辛く言えないです。この後自分も走るから。通常だったんですよ。いや、ケンタとか、いろいろでも、プログライダーって言ったんですよ。僕は全くそういうことやったことないですが。アインシュタイン様、はい、プライズコーポレーション様、はい、極東警備保障様、はい、アウトバーン様、トータルプロジェクト村井様。はい、スタンバイの方お願いします。はい、まだね、夕方にもね、チャンスがあるんで、そして、リバティーホーク加藤社長が、ぜひこのいっぱい来ている皆さんと写真を撮りたいということだったけど、皆さん、最後まで残っていてください。大丈夫ですかね、残ってますか、残ってくれますかね、手振ってください。夕方、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。夕方16時40分から集合写真の予定です。ちょっと。
しますね。はい、スタート。さあ、佐藤さん。はい、ゴーサの選手近いよ。したところにあの選手が当たったって感じです。ああ、なるほど。ただ細かいこと言うと、本来であれば山口選手の。離れてくー。避けることができない。やっぱ他の人が見せてるからね。
出てきました上野選手。あざまーす、あざまーす、あざまーす。はい、きれいに持っていって、さあ、かけるよ。
車大工でございます。でかい車だ。おかげでかいと。高級車です。はい。一番僕もでかいけど、ウェルさんもでかいと。超でかい子じゃない。何でもでかいです。成功は上野選手、あと2位の選手。